プラヤデルカルメンからホスメル島に行こうと思います。実際にもう目の前のカリブ海が素晴らしいんで、ご覧ください。もうね、すでにホテル前のビーチだけでもめちゃくちゃいいんですよ。それでもコスメル島に行くかと迷いどこですけどね。まあせっかくだから行きますかね。往復でだいたい3000円弱ですか。まあせっかくですから行きますか。ふらっとコスメル島に行きたいと思います。コスメル島にやってまいりました。ブログでは港から歩ける距離とあるんですけども、やばい遠いですね。なんで様子が分かんなかったんで、私タクシーで来たんですけど、まあ、正解ですね。タクシーでも20分ぐらいかかったんで、多分歩いたら普通にその倍以上余裕でかかると思うんですよね。まあ、炎天下の中何もないところずっと歩いてくるって結構きついんで、一本道ですけどね。まあ、スムーズですし、このマネーバークラブ、サンゴ礁がある程度ちょっとあるらしいんですけど、まあ、何か注文すれば結構時間制限なくいられる場所らしいんで、ビーチのベッドもありますし、ね、遠浅ですぐにね、海に入れるカフェなんで、いいですね。まあ、高いとはいえ、60ペソとか90ペソぐらいで一杯飲めるんで、あとスタバも入ってますしね。これは、おすすめですね。まあ、遠くのビーチに行かなくても、まあ、150ペソ?うん。まあ、約1000円以内でタクシーで来れて、もう、ゆっくりと、ビーチを満喫できると。マネーバークラブ、まあ波もなく穏やかでシュノーケリングをやるにはもう絶好のコンディションです。メタメタリゾートです。
まあ、ダイビングスポットとしても世界有数の場所なんですけれども、まあ、今回はちょっと私、ダイビングをするという選択をしなかったんですけれども、シュノーケリングでも、まあ、十分に、楽しめましたし、ワンデートリップという形だったんですけれども、はい、コスメルと魚たちと泳いで、まあ、心身ともにいい時間を過ごせました。コスメルとおすすめです。